弟のジョージ、お母さんのマミーピック、お父さんのダディピックペッパピック、楽器を弾こう。マミーピックとダディピックはお片付けをしています。屋根裏部屋でこの古い箱を見つけたんだ。中に何が入ってたと思う？わかんない。いろいろな楽器が入ってたのよ。わあ。ちょっと古いんだけどね。あっちゅう。マミーが子供の頃に弾いてたバイオリンだわ。マミー、バイオリン弾いてみて。ずっと弾いてなかったからどうかしら。お願いマミー、弾いて弾いて。忘れてないといいけど。ブラボー。すごい。マミ、私にも弾かせて。こうやって持つのよ。はいマミ。おやおや、あまり綺麗な音ではありませんね。ジョージも弾きたいようです。こうやって持つんだよ、ジョージ。これではバイオリンがかわいそうです。バイオリン弾くのって難しいね。ペッパー、太鼓だったらうまくできるんじゃない？ありがとう、ダディ。これはいい感じです。ペッパーは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピックのアコーディオンね。マミーピックと初めて会った時これを弾いてたよね。ダディピック、よく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの？アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよ、ジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよ、ダディピッグ。アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピックはバイオリン、ダディピックはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。ジョージは何を弾くのでしょうか。ジョージがホルンを吹いています。ホルンはマミーも吹けなかったし、ザディも吹けなかったし、私も全然吹けなかったのに。ジョージはホルンが上手ね。